はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。ゆうこ様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して、政治活動資金と河野太郎裁判費用に、させていただきたいと思います。ありがとうございます。自公政権、20歳から60歳の40年間払い、年金ね、20歳から65歳の45年間払いにする方針であります。厚労省が夏までに試算結果を出すと発表。2025年度には今より月額990円の負担増が決まっており、ということは40年払ってるだから年に1万2000円上がる、40年間払うから48万円上がる、あと5年間の年金支払い額が年額20万円、追加されて100万円、結局はですね150万円年金支払い額が上がると、負担増と、いうことになる、言ってたのと違う契約違反では非難合合だそうであります。世論、国家によるネズミ講、国家ぐるみの詐欺、民間だったら収支法違反、詐欺捏造横領中抜き横行国家なんだから仕方がない、もう清算して廃止しようぜ、自分で運用するからお金返して、60歳で受給開始できなくなるんか、すでに崩壊してるけど崩壊していない体を保つために必死、年金はいいから安楽死させてくれ、フランスは年金延長で抗議デモになってたな、次は70歳まで支払いになる、65歳定年を法制化してくれよ、そうだよね、年金65歳まで支払いって言うんだったら65歳定年、今はですね、まあ60歳で一旦定年してもらって、あとはバイトみたいな立場になって65歳まで働いてもらうっていうのは公務員とかでやられてますけれども、65歳定年にしないとそれまで払えないだろう、60歳で定年になって、5年間どうすんの、職もない年金を払わなくちゃいけないってなったらどうすんのって話なんですけどね、増税メガネと言われることに過敏な岸田、税金以外でなんとか国民から金を絞り取れないかと考えた結果がこれじゃないか、100万円増税、まあ、150万円なんですけど、100万円増税すれば非難合合だが、これなら増税ではないと言いつつ実質税負担率を上げることができて財務省官僚の手柄になるね、そしてその財務省官僚は上司に褒められる代わりに小山小屋追い雨が重い負担に苦しむっていうバカらしさ、お前らの子孫が全員財務省官僚になれるわけねえだろうが、小山子が一族全員が財務省官僚になれるわけねえだろうが、税金をもらえる側になるわけねえだろうが、財務省は東大法学部だらけと聞くけどなんでそんなこともわかんないんだろう、男性の4分の1がですね75歳になれない、その前に亡くなるっていう現実があります。65歳からもらい始めても4分の1が10年間はもらえず亡くなると、金融商品としては完全に博打なんですよね。年金制度なんかない国の方が圧倒的に多いんですけどね、長生きしちゃった場合の生活費保険という名前ならしっくりくんですけどね、そんなね、自分の世代の人数とか自分の寿命とかに左右される金融商品は嫌だって言って俺は断りますっていうことをできればいいんですけどね、みんな強制だから非難合合なわけで負担って感じるわけで、これ自信ある人だったら自分で株価なんかで運用するわ、毎月ちょっとずつって、断ることができれば、自信ない人は国が運用してあげますあなたのお金、それでもいいとは思うんですけれども、ただ寿命やですね自分と同じ年齢の人の人数で左右されるのはちょっといただけないなって思った人は断れることができればいいんですけど、なんでか知んないけど国民健康保険は国保税って言うんですけど、年金は年金税って言わないのね、年金滞納しても今はですね税金滞納と同じように口座を封鎖されたり、家財を押収されたり
没収されたり差し押さえされたりするのご存知でしょうか。扱いはまるであの税金なんですけど、おかしいよな。150万円増税したら非難合合なんですけどね。日米共同声明、尖閣諸島は日米防衛対象、日米同盟防衛対象、中共ギャオーン続報、米国は悪意を持って中国を攻撃非難した、日本フィリピンなどの関連国家は中国を抑止する語彙師だ、語彙師は結局捨てられると、世論です。ご意思って取るもので捨てるものではないのでは。文句ならアメリカに直接言え。冷戦時代はこんな言い分は当たり前だった。聞きすぎだろ。少し落ち決、中国を先に潰せばいいだけ。韓国やるから我慢しろ。弱い犬ほどよく吠えますな。中国人がパーケン買ってる岸田派が要注意だ。中共の敵は日米じゃなくて人民だろ。世界の平和を脅かしている中共がよく言うぜと。日米じゃなくて人民ですね、中国共産党の敵は。あ、なんでこんなこと言えるかっていうと、人民軍の予算を上回っているのが中国の武装警察の予算つまり中国は外国よりも人民を恐れてんですよ、人民の蜂起を。そのためにですね、軍隊、よりも多くの予算ぶっ込んで警察、武装警察、武警って言うんですけど、経済学者ジャック・アタリさん、欧州の知性って、呼ばれてるそうであります。2024年度中に中国共産党は滅びる、まあ、あの経済的に滅びるっていうことでしょうけれども、私はあの最高裁まで争う気満々なんで、河野太郎との裁判は2024年度中には終わりそうもないんですけど、その前に中国共産党亡くなっちゃったら河野一族どうすんでしょうね。新たな飼い主見つけに右往左往すんでしょうかね。最近の中国共産党余裕なくなってきましたね。経済大崩壊っていうのは真実だったんでしょうか。私的にはですね、中国は2015年株売り禁止、買うのはいいっていうやった時にすでに終わってると思ってましたけど、とうとう隠しきれなくなってきたのかな。外に向かって強がってるが、実際ね、人民軍は戦えないんですよ。戦えない軍隊です。格好だけです。一人っ子政策続けた結果ですね、たった一人でも戦死すれば即お家断絶と。その子しか子孫がいない人が6人いる。両親とその親たち合計6人いる。その子しか子孫がいない。だからあの合計6人から憎まれることなんだよね。あの一人死んだだけで、戦死者の6倍の敵ができる軍隊がまともに戦えるわけないでしょ。中国唯一の強みの人海戦術。中国はあの兵器もそんな優秀じゃねえし、人海戦術が得意なんでしょ。それでね、あの一人でも戦死したらその6倍の敵できるって、そんな軍隊がまともに戦えるわけないんですよね。中共と足並み揃えて日本共産党も日米共同声明にギャオーンしてました。田村委員長、日米軍事同盟の歴史的大変質に抗議する、談話発表。わかりやすいな本当に。どこがどう歴史的変質なんだか全然わかんないですけどね。世論です。まずは何でも反対しとくか。わかりやすすぎる。おや、何か困るんですかね。さすが日本人の敵、さすが共産党さんやで。侵略に抵抗する行為は反対ってことか。中共に土下座で服従したいから都合悪いもんな。基地外党員向けのリップサービスでしょ。あと10年も経たないうちに党員いなくなって滅びんだから、せいぜい今のうちにギャオンしとけ。早く滅びろ日本共産党。日本マスコミ文化情報労働組合会議、長いな。日本マスコミ文化情報労組会議、表現の自由を脅かす恐れがあるとして、セキュリティクリアランス制度に反対声明発表しました。情報取扱い資格がなんで表現の自由と関係があるのか全然わかんねえですけどね。世論です。なんでやねん、聞いてるようだな。情報盗む気満々、よほど都合が悪いと見える。マスゴミは今も昔もデマばかり。秘密保護法の時も居酒屋の雑談で逮捕されるとかなんとか。わかりやすい反応やめてもらっていいですか。
マスコミが必死になって反対するなら、この法改正は正解ってことを、マスコミってだけでうわーって思うのに、しかもそれの労組っていうのはうわーっていう属性が追加されて、もはやおぞましい存在になって、ますね。マスコミ労組連合は、こいつらが構成しているみたいであります。民放労連、新聞労連、永遠共闘、共闘だって、なんだそれって、京都今時、全員総連、出版だって印刷出版、広告、広告労協、音楽家ユニオン、出版、ロース、ローレン、電産労、電産機関、なんだろうね、電産機関連労働組合協議会、電産機、なんですかね、コンピューターかな、映画演劇労働組合、早い話が、まあ、テレビ、新聞と関係者どもって感じですね。テレビ、新聞、映画と関係者ども、情報取扱資格制度がなんで表現の自由を脅かすのか、全然わかんないんですけど、こいつらにとっては都合が悪いんでしょうね。情報盗む気満々なのか、あるいは、情報泥棒のアシストしたい売国度がこいつら、テレビ新聞は日本人の敵なのはもう分かりきったことですけれどもね、フジデモ以来まあそうなった。以下今日の単身、75歳以上の方の人口が初めて2000万人突破、6人に1人が後期高齢者に、二階元幹事長、お前もその年になるんだよバカ野郎、高齢者でも消費してるし、医療業界の雇用を支えてるしで、自分もいずれそうなるしで、2000万人が悪いことではないが、問題はその比率ですね。高率6分の1が後期高齢者なのはですね、結局は下の世代、他が人口少なすぎからなんですよね。自公政権が長年やってきたですね、女性が輝ける社会で少子化推進して取り返しがつかないことになっていると。女性が家庭で輝かなきゃ子供なんか増えるわけねえだろって話なの。政治の使命は人口6000万人の国家に向けた社会の調整ですよ。自民党公明党は安易に外国人で補充したれとか思うなよって話。国民民主党が乙武候補を推薦すると発表。結局のところね、国民民主党も立憲共産と一緒になって国会18連休してたとこだしね、乙武のですね、別姓推し、同性婚推し、移民推しっていう中身共産党員っていうのは気に入ったんですかね。講談社フラッシュ調査、若者に聞いた次の総理になってほしくない人物、こいつは嫌だ、圧倒的得票でダントツ1位は山本太郎、以下小泉進次郎、石破茂、河野太郎の順、現金よこせ、現金現金と強盗のようなこと平気で連呼しちゃうのが山本太郎ですもんね。令和支持者の受けだけ考えればいいから楽ですね。とんでもねえこと言ってんだけど、支持者には受けてんでしょ、多分。若者が心配しなくても、山本太郎が総理になる可能性はゼロだから、安心してください。河野太郎もダメだから、太郎はダメと。太郎はダメなんだと。イギリス全土で中国製偽造切手が氾濫。中国共産党が仕掛ける英国経済への攻撃と英国国会問題。昨年米国でもですね、偽造切手が大量に見つかり問題となったそうであります。すでに無限戦争始まってんですね。無限戦争っていうのはですね、手段が無限にあるから無限戦争、まあ難癖嫌がらせ言いがかり、まあそんなのも含めるということで、日本造兵局、日本の造兵局が総力上げて中国元偽造したら、本物より品質いいものを作れるはずなんですけど、それ作って一兆中国経済混乱させたろうとか思わないのかね。中国経済を1割削ればですね、日本が出す二酸化炭素以上に削減できるんだけど、どうなんですか、地球のためにこれやりませんか。まあ河野太郎がいるようなですね、中共のスパイの、中共の犬の河野太郎がいるような自民党には無理でしょうけどね。他のまともなとこが政権取ったら、まあうちでもね、ちょっと難しいと思いますけれども、今からだと私が生きてるうちは難しいと思いますけれども、私が総理だったらやっちゃうな。中国経済混乱させたり、
本物よりいい札作って、悪貨は良貨を駆逐するって言いますけどね。で、あっちが本物が悪貨になってですね、市場にはそればっかり出回ってみて、そんなような混乱さしたれ、二酸化炭素を減らすためだ、地球のためだっつってね。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。メール党員さん懇親会も募集中であります。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。